平成28年8月6日、開院から2周年を迎える阿蘇医療センターで、開院記念の市民公開講座と健康フェスタが開催されました。まず、市民公開講座では、阿蘇医療センターの赤塚義一委員長相談役の講演では、旧阿蘇中央病院の移転計画や免震設計など開院するまでの講演が行われました。続いて阿蘇保健所の服部清子所長から、平成28年熊本地震の発災後に広域災害本部長として全国から集まる DMAT 災害派遣医療チームの取りまとめや、阿蘇地域で行われた医療活動の報告などが発表されました。講演終了後、参加者らは、DMAT のことが理解できた。医療センターのおかげで阿蘇の医療を守られました。感謝しています。との声が聞かれました。講演会終了後には、エントラスホールにて、健康フェスタが開催され、専門医や技師による相談窓口や体験コーナーには、たくさんの方が訪れ、AED を使った救命処置の方法や健康に関する質問などが、各ブースで行われました。阿蘇医療センター甲斐豊院長は、阿蘇医療センターが阿蘇地域の災害拠点病院としての機能を果たせたことで、他の地域からも評価を受けています。皆様のご協力に感謝していますと謝辞を述べました。